カズマもね、ほんと苦しんでたんですよ。本当に。それは何に？守備でやってます、うん、それでもダメだったら外してくださいって。うん、無理です僕は。で、号泣ですよ。元木さんが来てくれました。どうもよろしくお願いします。まあいろいろ話してきましたけども、うん、まあジャイアンツの選手たちとのつながりみたいなもので、うんうん、こう選手たちの話っていうのを直接人となりみたいなのを聞いたことある人って本当にまあ聞けないんですよ、いろんなこと。でも辞めた今だから言える、うん、まあ岡本和真、坂本、うんうん、まあそういうのちょっと聞きたいんだけど、うん、どうですか。岡本和真はもうすごいコミュニケーションもよく取ってた、うん、元木コーチとしては。カズマ変わってきたところとか、うん、やっぱキャプテンとして、うん、はい、キャプテンになる前は、うん、やっぱ自分のことの方が精一杯になってて、はい、でまあ、チームよりも自分のことだったんですよね、うん、でもキャプテンになってからやっぱり勝たなきゃっていうのが強くなりましたね、はい、だからすごくキャプテンになって良かったなっていうのは感じました。だから自分でもよく彼切れるんですよ、打てなかった時に、はい、でもそれがちょっとこう収まったなと思って大人になった、うん、たまにはこうバッてやりますけど、で監督も悔しい時は態度に出していいからって言って、ね、ヘルメット一回バーって投げたんですよ、うん、それがポンと飛んで、うん、バーってやったら監督がちょっとやりすぎだなって言ってカズマ注意受けたっつって切れてもいいっつったけど、うん、切れすぎだって言われてこの辺がねやっぱ腕が違ってね落としてくるんですよねいいピッチャーになれるんですよフォーク結構バッと落としましたね、うん、そういうでもずっと引きずるのをやっぱりすぐ彼も俺に本音で喋ってくれるんですよ、はい、でもダメだなと思った時言っても熱くなるだけなんで、うん、無視するんですよ。お僕はなんで言ってくれないですかってなるわけ。そうしたら向こうから話しかけてきて、あ収まったなと思ってダメだよっていうことは言います。それはヘッドの時でも、もう今も今でも、もう、もう、うん、だから聞きたいんだよね向こうがね、うん、第三者としてコーチとしてどう見えてるんですか、うん、みたいなのを確認したいんだよね。そう、そうやりすぎたのかなっていう感じだったら、でもヘッドコーチでもないからあんまりそういう出しゃばって、今年の話ですよ、うん、出しゃばってやるのもおかしいから、うん、知らん顔して無視してでもドキさんって耳元で来るから、うん、ダメ反省でそういうことは言ったりしてました。すいませんっつって、でいい時はいい時でもずっとどんどん行けっつって、うん、三振してもいいんだからっつって、行けっつって、お前4番なんだからっつって、っていうでまあ押してあげるっていうことも、うん、でまあカズマはそういう人間で、でまあホームランを取ったし、いやもう、もう実績だけ言ったらすごいっすよ。誰にも文句言われないし、歴代の巨人軍のもうとんでもない選手なんだよ。そう、若いうちから行ってるから、王さんとか長嶋さんとか、まあ、今松井とかのなりうる選手だし、そうだから そこを凌駕するぐらいの選手だ。だって30本を6年連続でしょ、うん、だすごいことですよ。いやそうなんだよ、だからもっと本当に評価されるべき選手なんだよな、うん、でゴールデングラブも取ってますからね、サードで、うん、あれ大輔は、まあ、当然坂本が落ちてきたこと分かってるから、はい、サードに行く、うんうん、そしてファースト岡本っていうのはやっぱり これもうしょうがないシナリオなの。いやどう思ってました。いや僕は中田翔がいるんで、うん、翔も僕は3割は期待してません当然、はいはい、日ハムの時は2割5、6分で、まあそうだね、30発の80以上の打点を上げてるっていうことで、30発80打点以上っていうのはやっぱ大したもんだと思うんで、ないね、うん、だから、うん、僕はもうカズマをレフトに持っていきます。元木監督だったとしたら、だったら来年
やられたら、うん、一馬ごめんと、うん、その代わりもうちゃんと言うわけよね、一馬には言わなきゃいけない、もちろん話します。でも一馬はもうこのサードでゴールデングラブ取ってるし、うん、俺6年連続30本打ってるのに、ね、なんで俺動かすのっていう。カズマもね、本当苦しんでたんですよ。本当に。それは何に、うん、守備で。はいはい。でやっぱり監督にやっぱり言われてたんですよ、ずっと。うん、で言われてて、でまあ僕も守備コーチだから、はい、やれじゃなくて話ずっとしてて、でよくセーフティーとか決められてたんですよ。それでもすごく怒られてて監督に。で本当あいつどこだったっけな。それこそ新潟かな、うん、遠征で試合練習してる時にも、まあ監督がバッてこう練習中にも言いに来て、僕も何言われてるか分かんないから僕も行って話聞いて、まあまあきついこと言われてたんですよ、はい、で、まあ、ノック終わって一馬も我慢せっつって、お前もやらなきゃダメっつって、うん、監督がそう思ってんだから、監督がトップなんだからそう思われてやんなきゃダメっつって、やってますうん、それでダメだったら外してくださいっつって、うん、もう無理です僕は、はい、で練習中、あの試合前の、うん、号泣ですよ、あのカズマが今シーズン、今シーズンで悔しかったんだな、もう悔しくてしょうがないっつって、うん、もう号泣して、でも記者がいっぱいいるからカズマここで我慢せっつって裏行こうっつって、うん、何度も僕が壁になってずっとやって、裏でも号泣ですよ。あ、これはもうすげえ話聞けてんな。でもそれよそで言ったことない、うん、ねえ、このチャンネルだけしか聞けないんですよ。いやでも本当にすごいね、その話がね、だから、うん、やっぱり人のやっぱりこう、僕もやっぱりそういうのあったんですよ、現役時分に、うん、で悔しくて悔しくて、で土井さんと2人で話したんですよ、はいはい、その時僕も泣いたんですよ、うん、悔しくて、なんでですかって、いやお前がもう当時のお前やらないからだって言われて、はいはいはい、悔しくてしょうがなかったですよ、うん、でもそれやってしまうと同じこと繰り返してるなと思うから、うん、それだけは言うのやめようと思って、カズマ話しようぜっつってずっと話して、まあだからそれもやっぱりヘッドコーチの、やっぱり仕事だったし、うん、選手は役職変わったけどヘッドコーチだと思って、まあ、多分そのフォローしてくれたんだね、うん、その話をね、多分ね、うん、だからまあ思ってるかどうか分かんないけど、そのよく本音ではみんな喋ってくれましたね、うん、そうだよね、喋りやすいからね、うん、だからそのコミュ力、まあ今言うコミュニケーション能力、うん、コミュ力っていうんだけど、やっぱりそれ大輔がすごく上と下ともやれるじゃん、うんうん、ね、俺らにもタメ口で喋ったりするじゃん、うん、ね、ダメよ今更ダメじゃねえよ今更ダメじゃねえんだよ、ね、だからそのやっぱり上にも可愛がられて下ともこうやれるっていう、彼が僕ヘッドで選ばれた時に、あ、これすごいいい抜擢したなと思ったの。やっぱ今のエピソードがもうまさに象徴する場面で、うん、そういう点ではやっぱりね、惜しい人材をなくしましたね。いやいやいや新しく二岡ヘッドがやってるんで、二岡が今度やりますからね、うん、坂本はどうですか。坂本が今度ショートからサードに移るんですけど、うん、元木さんからするその見解をちょっと聞いておきたいな、うん、いや隼人は、うん、すごく最後までショートにこだわってました。まだ俺は負けてないっていう。でもやっぱり故障がちょっと続いたんで、うん、で門脇の守備範囲を見て本人はしょうがないかなと思ったんじゃないですか。だから監督に僕言われて、まあ、監督に言われると思うけどサードを練習しとけっていう、はい、で本人にも話したからって監督が言ってくれたんで、うん、で、まあ、すんなりと、うん、さんどこの辺ですかこの辺ですかって、どの辺が難しいですかって、もう前がやっぱ難しいし、うん、角度が違うから投げる方向もそういうのは勉強しとけばっつって、練習しとけばっつって、でやっぱりさすがですよ、やっぱりうまい、うまいよ、うまい、うん、でやっぱりもうちょっとこうもうなんか
すごい圧力みたいなことができるのかなと思ったら、彼はちゃんとそういうこう全体的なことも見れる選手だね、うんうんうん、やっぱりずっと長年ショートやってきてね、うん、言ってもね、今のチームっていうのは坂本のチームなんです、はい、だから坂本を邪気に扱ったりそういうみんなの前で怒ったりっていうのは、うん、チームを引き締めるためだったらいいんです、うん、ただ本当に何かあった時に坂本に言うっていうのは僕は間違ってると思うんですよ、うん、だから甘やかすとかじゃなくて、うん、彼は彼で一生懸命やってるんで、だから坂本っていうチームなんで、彼がやってきたチーム、長さんとかいるけど、長野とかいるけど、うん、やっぱり坂本なんですよ、うん、だからその辺がやっぱりサードでやってくれて、サードでこう3番入った時にやっぱチームっていうのはうまくいきそうだったんです。でもやっぱりその前後がもう日替わりだったんで、今年はね、ま、だから一発とかホームランはすごく出て打率も良かったかも分かんないですけど、やっぱ単発なんです、線にならなかったんです。そうですね、打線の線にならなかったから、うん、阪神とのやっぱ違いっていうのはやっぱ得点圏の差だろうなっていうのが出て、うん、でも結果的に4月なんて本当に苦しんで、隼人は、うん、僕にも相談されて、うん、なんかしました僕、うん、っていう相談をして、何もしない我慢してやんなさいっつって、でいろいろずっとコミュニケーション取って、ヘッドコーチとか、まあ、大輔が今になってきたこの5年間っていうのは選手たち の, その悩み相談みたいなところっていうのは非常に多いってことなんだよね。ほとんど僕そういう感じだったですね。やっぱり首脳陣の上にもっと もう監督には言えないし、うん、まあ、ましてやまあそういうこうみんなの前でも言えないような話を、うん、おときさんどう思いますっていうことで聞いてあげることがすごく大事だったんだ、ね、うん、だから2人で隼人とかも他のやつ若いやつやったらちょっと出ていけって隼人が言って、うん、じゃあ俺もっつったら何言ってんだっつって、うん、話しようよ、はい、あいつも 俺みたいな性格なんで、はい、大ちゃんちょっと話しようよっつってタメ口タイプで、タメ口タイプでね、うん、でもあのちゃんとしてるとこはちゃんとしてるんだよあいつは、はい、でもそうやってタメ口で喋ってくる時もあるし、ただ悩んでる時っていうのは本当にどうしたらいいですかっていうことをずっと言われて、お前はお前なんだから、うん、これだけの実績って俺本当にリスペクトしてる、ただコーチとしてはまだリスペクトしちゃいけないんだ、うん、なるほどね、お前がもっと引き出さなきゃいけない、お前が辞めたら俺はもうリスペクトして、俺はもう本当に雲の上の人だから、うん、お前なんて、うん、もう口も聞けなくてもいいからっつって、ショートでね、あんなに2000本打って、うん、あれだけの記録を作ってやってる人だから、うん、だからもうリスペクトしなきゃいけないんですけど、うん、でもコーチとしてはしちゃいけない、うん、と思って話して、ただお前はもう黙ってやれと、うん、誰も何にも言わないから言ってるやつはおかしいんだからっつって、うん、だから黙ってやんなさいっつって、みんなが認めてるからっつって、ただ後輩たちに見せるプレーはしちゃいけないよっていうことは言ってます。